AC2 乗足す BD2 乗がこれこの対角線の2乗足す対角線の2乗を求めたっていうのは、まあこれはあの代数で納得していただくしかないですけど、この山ほど文字入った多項式見ての図形的意味はって言われても困るので、 C っていうとこの赤で書いた正方形の2個の面積の和ですけど、だそれを図の上で表示してもあんまりありがたみないので、でまあ PQRS も座標だけ確認しておいてであるから、あとは代数計算ですね。で、P2 倍していこうかな。初めから2倍した方がいい。いやでも PR2 乗足す QS2 乗をまず計算して最後にその2倍した方がいいような気がする。あのこのぐらいの計算をできるようにしといてほしいということで、R の X 座標、PR2 乗は R の X 座標を引くことの P の X 座標の2乗で、だからこれ、まあ、ちょっと愚直にやっておきましょう。計算の確実にやるために。2分の C 足す D 引く2分の A 引く C の2乗。足すことの Y 座標は、こっちは、まあ、まだしも楽で、2分の E 引く2分の B の2乗。足すことの、これで PR の2乗が出てきて、で、QS の2乗っていうのは、実は Q が00なので、あの S の X 座標を引くことの0の2乗足す、S の Y 座標を引くことの0の2乗で、これ展開すると、ちょっと怖いことになってるかな。中身整理しておくと、2分のでくくると、D 足す 2C 引く A の2乗足す、2分の E 引く B の2乗足す、2分の A 足す D の2乗足す、2分の B 足す E の2乗。今これの展開がまだ偉いことですけど、ちょっとここだけは消えていただかないとなんだけどね。で、欲しい結論は これと等しくなってくれればいいので、ちょっとこれだけは何が何でも残っていただく必要がありますけど、あとは図は消したくないな。こっちはしょうがないけど、まあなんとか頑張るとして、でどこに行こうかな。イコールどっから続いてるかというと、これイコールで頑張ってます。どうするかっていうと、2分の1の2乗全体をくくり出してしまって、あ、この高さどこかけないな、もう一個下に行こう。これ、4分の1かけることの、D たす 2C 引く A の2乗はどうするかっていうと、 D 2乗たす 4C 2乗たす A 2乗たす 4CD引く 2AD 引く 4AC 足すことの4分の1倍の、B2 乗引く 2BE 足す E2 乗足すことの、4分の1倍の A2 乗足す、2AD 足す D2 乗足すことの4分の1倍の B2 乗足す 2BE 足す E2 乗で、この時点でどっか整理できないかなと考えるわけですけど、実は整理できて、それは何かというと、全部の係数が4分の1かかってるから、あの中身のところで整理できれば、それは先に始末しておくことができるわけですね。そうすると、マイナス 2BE とプラスの 2BE がいて、これ処理できて、で、あとプラスの 2AD とマイナス 2AD がいるから、ここも消せます。そうすると、全体4分の1でくくろうか。4分の1でくくって、あと何があるかっていうと、これ順番にカウントしてます、いきますけど、実は A2 乗が2個あるんですよね。2A2 乗。で、何色にしようか。青でいいか。で、これ使いました。で、で、B2 乗も2個足す 2B2 乗。で、B2 乗使いました。足す、
4c2 乗、これは、1箇所しか出てこないですけど、これ使いました。で、足す2倍の d2 乗で、d2 乗2箇所いるはず、これとこれですね、足す、2e2 乗、2倍の e2 乗、こことここで、そうするとあとの何が残ってるかっていうと、引くことの、4ac 引く 4cd、 あ、足す 4cd、 なんでいいのかな、なんか薄な気がするな。R 引く C だから、いやこれで絶対間違ってないはずなんだけど、この倍したらこれなんないですよね。何がいけなかったんやろ。ああ、左辺が間違ってる。すごいことが発覚しました。ここマイナスでしたね。うん、これでいけばって。で、ここでなんか2があったり4があったりして微妙に約分できそうなできなそうなっていう感じですけど、で、これまだ約分は待っといて、よって、で、2倍の、今は PR2 乗足す QS2 乗求めて、問題で聞かれてるのは2倍の PR2 乗足す QS2 乗ですから、それっていうのは4分の1に2かけて、2分の1かける 2A2 乗足す 2B、2、あ、すごいな。足す 2B2 乗足す 4C2 乗足す 2D2 乗足す 2E2 乗引く、4AC 足す 4CD。で、ここで、約分すると実は全部整数になって、A2 乗足す、B2 乗足す、2C2 乗足す、D2 乗足す、E2 乗引く、2倍の AC 足す、2倍の CD と。CD。で、これが、証明せよと言われた式の右辺であって、で、左辺、と右辺が等しいことを確認していきますけど、 A2 乗があるかっていうとあって、次 B2 乗はここにあって、 2C2 乗はここにあって、 D2 乗は、あ、こういうやり方だとダメだな、あの1対1に対応していかなきゃいけないから、 A2 乗があって、B2 乗があって、 2C2 乗があって、D2 乗があって、 E2 乗があって、マイナス 2AC がさっき訂正したのであって、足す 2CD があって、これで全部です。で、で、これは単にあの式の中身計算してきただけですから、AC2 乗足す BD の2乗っていうのは、2倍の PR の2乗足す QS の2乗であることが示せましたと。で、これで証明終わり。で、図形的意味は最初に言った通り、強いて言うなら正方形2個の面積の和を比較するっていう話ですが、それは、まあ、幾何的な感覚としてそういう理解をしたい人はしてもいいですが、なんでって言われると、そんなでもない。まあ、正方形の場合には、の特に意味があることになってますけど、まあ、一般には、ある種の一般化で、それは、だから、中線定理が 三平方の定理の一般化みたいな、そういう話をやったことのある人はなんかそういう気分だと思ってくれればいいですけど、四角形が斜めになってても全体としては、中点取ってやったやつの、だからこれ正方形の場合だったら中で正方形取るとなんか中に対して外が長さルート2倍になるから、面積はそのルート2の2乗で2倍になると、それと同じ性質が一般成り立ってるんだというようなものですが、これ面積公式そのものとではないので、
のあくまでも長さの2乗がの正方形の面積と見ることができるだけですよって言ってるわけで、でちょっと貼り合わせを全ての任意の四角形に対して実行するの多分難しいでしょうから、だから全部切り張りする代わりに一般性のある台数でやろうというのが、これがあのデカルト以来の座標平面で幾何を取り扱う台数と幾何というか、まあ今の高校の単元名でいうところの図形と方程式という話なわけで、証明はもちろんあの論理的に厳密にやらなきゃいけませんから、この台数をやりきれるようにしてください。私さっきあの展開間違えて後で訂正したりしてましたけど、こういうのを見比べてって何がおかしいかっていうのを気づけるようにしとくのも力には確実になりますから、こういうあの愚直な計算ですけど丁寧にやる習慣をつけてください。で、まあどれだけ役に立ったかあんまり感覚的に分かんないかもしれませんけど、この Q の座標が消える、あるいは B とか T の座標も簡単になるように取っておいたことのありがたみも多少はあります。一般にはこれ8個の文字出てきますけど、5個で済んでるからかなり楽になっている。これまあ頑張ってみたい人は一般の8個置いて頑張ってもいいですが、多分懲りると思いますので、うまく座標を設定する、しかも一般性を失わないように設定するということも非常に大事なので、最初にそこは訓練による慣れとあと眼力でのうまく見て取ってうまい座標形を設定してやるということも、まあさらに言うと AD、この全体の座標を2倍、からこれ縮尺を変えるのも任意の四角形に対してできますから、 2a2b のマイナス 2c0 プラス 2c02d2e と置いておくと、2で割った時に分数が出なくて済むという利点がありますが、それやると今度ただ単にこの多項式化した時の係数が膨大になるだけなので、まあここのあたりはちょっとまあお好みでという感じですね。でまああとは計算を丁寧にやっていただければと思います。